皆さんこんにちは。こんにちは。今回セブンズバープレゼンツニヤニヤブラザーズの適当ナイト第1回目、ですね。やることになりまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。構想は、放送早2年、フィリピンでですね。フィリピンなんですね。ニヤニヤブラザーズの、ね、そうですね、元がね。まるっきり忘れてましたけどね。覚えてないですか。あのニヤニヤした日々を忘れましたか。いや、私が一番最初ニヤニヤしたのは覚えてます。あの誰を一緒に写真撮ってニヤニヤしたっていうのを覚えてます。それです。ね、そこからです。陳さんもそうですよね。そうです。もうあのニヤニヤがきっかけでまさかの、ね、ブラザーズになってイベントまでやるとね、イベントまで、まだこんなことになるとは思いませんでしたが、はい、でも構想2年ですからね。構想2年素晴らしい、素晴らしい、もう最高のね、もうニヤニヤを皆さんがニヤニヤできると思います。そうですね、来ていただいたら。そうなんですよ、僕らいつもあの壇上から下を見てると、みんながね、まあ、嬉しそうに、よく言えばニヤニヤしてどっちでもニヤニヤしてない、まあ、すごいんですよ、だからこれかと、ニヤニヤってのはこういうことかと。なのでまあ僕らも上でニヤニヤしちゃおうという ね、その私たちをに見てまたニヤニヤしてもらおうと、そういうゆるいコンセプトのイベントです。まったりゆるいほっこりとする、そういうイベントをやりたいなと、はい、まあ、みんなでニヤニヤしましょうっていうね。でまあ、そのニヤニヤをですね、最高のニヤニヤを引き出してもらうために、はいはい、今回美女を3人ゲストにお呼びしました。すごいですよね。いや、奇跡の、すごいですよ、奇跡のもう3人を、はいはい、お呼びしまして、はい、まず1人目は、1人目が、牧野美智子さんですね。うわ、すごいですね。すごいですね。ファンの究極ですね。ファンの人に怒られちゃうんじゃないかと思うね。もう名前だ聞いただけでニヤニヤしてる、ね、ニヤニヤ、もうすでにニヤニヤしてますから。で、2人目は2人目が、はい、田中エリちゃん。エリちゃんね、はいはいはい、まあね、もう言ってる時点でもう笑ってるのがもうニヤニヤしてますからね。ダメですね。ダメ、もう全然ダメです。でまだ私はね、エリちゃんにもお会いしたことがあります。あ、そうですか。はいはいはい、だから楽しみです。楽しみですね、はい、もうね、僕はもうその、じゃあ当日ですね、初めて会って、どんなニヤニヤを見せてくれるのかっていう、もうそれを考えただけで僕はもうニヤニヤしちゃうっていうね。もう想像しただけでニヤニヤしちゃう。で、3人目、はい、宮沢樹里ちゃん。樹里ちゃん、はいはい、まあ、彼女もね、最近またそういうイベントとかですね、ちょいちょいこう出てきてくれるようになったばっかりなんで。そうですよ、超レアですよね。レアな感じですよね、まだね、だから多分それいいんですか、ね、え、適当ないと言ってくれるんでしょうかね。本当にって思いながらもですね、うん、まあ、来てくれるというので、はい、まあどうなんですか。タイプでしょう。いや、そうですね、かわいい、とってもね、かわいいよね、本当に。3人ですよ、3人ですよ、そちら3人ですよ、どうですか。ニヤニヤ止まりませんよね。もうね、ニヤニヤ失敗して、どうしましょうって感じですね。どうしましょう、どうしたいですか ね、それを皆さんにお届けしたいなと、お届けしたい。で、まあみんなにも本当にニヤニヤ、頼まなくてもみんなニヤニヤしちゃうと思うので、まあこっちからそのニヤニヤを見るのを楽しみにしてます。ぜひ来てください。ぜひ皆さん来てください。23日、はい、土曜日、何でしたっけ、6時オープン、6時半スタートです。6時頃じゃないですね。6時頃、頃でも大丈夫です。はい、で6時半頃スタートします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。待ってます。